はい、こんにちは。てってってってん。インテル入っているめぐみでございます。インテル連載企画、今回で4回目になりますかね。皆さんパソコンどんどん好きになってますかね。パソコンをもっと愛してほしいという思いで私喋っております。今回持ってきたノートこちらでございます。はい、そう、この段階でおって思った方、うちのリスナーでは多いんじゃないでしょうか。まあうちのチャンネル的には満を持してとでも言いましょうか。 MSI のノート PC を持ってまいりました。皆さん MSI といえば何を連想されますか。これね、私の個人的なね、私物ですけどね、ぬいぐるみ MSI ちゃんですけど、私はマザーボードですね。 MSI といえばマザーボードっていうイメージが私はあります。まあ人によってはグラフィックボードだったりね、いろいろあると思いますが、要するに MSI っていうのは、我々自作 PC をやる人間、自作家にとって非常に親しみのあるメーカー、そのパソコンパーツを売ってくれるメーカーっていうところがね、イメージされると思います。その MSI が作った今回のこのノート PC、パッと見ね、まあ普通のノートに見えるかもしれません。画面の大きなね、これ、画面サイズ 15.6 インチの大きなノートに見えるかもしれませんが、その実中身は化け物クラスのスペックです。現状考えうる最強のノートなんじゃないかなと私は思いました。とりあえず、スペック行ってみましょう。一応ね、3モデルあって、私が今回これ、手元にあるのが P65 クリエイターの 8RE というモデルになります。この上にもう一個プレミアムモデルとして P658RF という形があります。で、いきます、スペック。まず CPU、Core i7-8750H です。つまり6コアです、これ。ノート PC に6コアの CPU が乗っかっております。で、メモリは当然ながら DDR4。これが16ギガ積んでおります。最大64ギガまで持ってきます。で、画面サイズが 15.6 と。で、ビデオカードなんですけれども、GeForce が乗ってます。私が持っているこの 8RE は、GeForce GTX1060MAX9。1060MAX9 が搭載されています。もう一個のプレミアムモデルだと 1070MAX9 が乗っています。これすごいっすよね。一応バッテリーは稼働時間8時間という形で、ここにね記載されておりますが、まあこれは本当にこのクラスになってくると使い方次第っていうところがあると思います。で、外部ポートも完璧。これタイプ A の USB3.1 かな。で、ここに、タイプ C でミニディスプレイポートの HDMI 端子。で、こちら側に LAN 端子のタイプ A、タイプ A。で、ここにね、マイク端子とステレオピンジャックがあります。マイク端子。これがあるのがね、やっぱりにくいね。で、今見たとき、こういろいろギザギザがあったと思いますが、そうなんですよ。このクラスのスペックをこのちっちゃなノートに押し込むと、排熱はどうなるのっていうのが気になるかと思います。あっちこっち今回こうなメッシュ状態というか、穴が開いているんですね。ここ開いてるでしょ?ここ開いてるでしょ?で、こっち側も開いてる。そして極めつけはここ。ここも全部冷却です。で、ファンが3発入ってる。中にファンがね、3つ入っていて、ものすごく冷却はしっかりしてる。クーラーブーストトリニティってここに書いてあるんですけど、なんと、ノート PC なのに、ファンコン入ってます。ファンコントローラーが入っていて、手動でファンをいじることができます。なので、最近のインテルだって CPU だったり、チップセットだったりっていうのは、温度が上がると、クロックをちょっと下げて、その、マシンを守ろうとするんですね。そうすると、じゃあ、すごいスペックこのノートに入っているかもしれませんが、ガリガリいったら、ね、熱が上がって、クロック落ちるのかなって思うかもしれませんが、そこは、自分でファンをコントロールできる。もちろんオートでね、やってくれるんですけれども、温度も、ここで見ることができるんで、それ見ながら、ちょっとな、70、80とか言ってきたら、強めにファンを入れてあげようとかっていうことができます。じゃあちょっと、動かしてみましょうか。動かしてみましょうか。これすごいですよ、このノート、本当に。じゃあちょっと行きましょう。
はい、それじゃあね、MSI P65、こちらのノート PC の実力をね、見ていただきたいと思います。今ね、いろいろと外部つないだんですけれども、まずこちら、USB から、キーボードをつなぎました。で、こちらの USB からマウスをつなぎました。で、ディスプレイポートからこちらのメインモニターにミラーリングをかけております。なので、こう、ほら、わかるかな？という形になっております。で、まず見てもらいたいものなんですけど、これですね、MSI の、ドラゴンセンターっていう元から入っている、なんだろう、制御ソフトなんですけど、ちょっとアップしますね。よいしょ。これを見てもらえるとわかるんですが、CPU 使用率、GPU 使用率、メモリ使用率、ディスク使用率なんてものが出ております。で、ここを押すと、CPU の温度、今37、8度ですよっていうね、GPU 45度ですよっていう温度管理なんかもここで、表示されるようになっております。で、先ほど言ったようにファンのコントローラー、これファンコンですね。これですね。ファンのコントローラーがここでできます。今、オート、自動の状態になってるんですけど、これちょっと熱くなっちゃって、もうちょっと下げたいなっていう時はクーラーブースターとかかけると、このように、あらゆるところから、空力をしていると。今、特にソフトを動かしていないので、温度は、でも35度ぐらいまで、CPU、2度ぐらい下がりましたかね。で、GPU が40度と。ここを、例えばゲームやったり、ね、エンコードかけたりすると、60、70ってガリガリ上がった時に、まあ、オートで基本的にはいいと思うんですけれども、ちょっと自分で下げたいなっていう場合、ファンコンでいじってあげれば大丈夫というものになります。まあ、あとは細かいところで言うと、トゥルーカラーだったり、あと VR レディ、こちらも当然ながら、このマシンであれば入っております。じゃあね、実際このマシンでゲーム動かしてみましょうかね。覚えておいてください。CPU 今温度33ですね。下がりましたね。33の GPU が40度。という形になっております。はい、出ました。毎度おなじみパブジーでございます。じゃあまたアップします。よいしょ。で、パブジー今起動しましたが、これ分かる人には分かるかもしれませんが、すべてウルトラ設定にしてあります。最高の状態ですね。全部ウルトラです。グラフィック設定すべてウルトラに変更してあります。なので、パブジー今、最高の状態で動いていると、グラフィック性能ね。で、見てみましょう。先ほどの、モニターを見てみると、はい、温度が42度、どんどん上がっておりますね。で、CPU 使用率も 22% と。で、GPU の方を見ると55度、10度近く上がってますね。で、まあ、これがどんどん上がってくると。思いますが、とりあえず、果たしてノート PC でね、これウルトラ設定でね、そんな動くのかと。しかもこっちもミラーリングされてますからね、ちょっとやってみますかね。もう見まごうことなきウルトラ設定でぬるぬる動いております。で、ファンの音は今オート設定で特にうるさいなという印象はしませんね。ゲーム音が全然聞こえてくるので、すごいでしょ。全然もう全然問題なく動いてます。これウルトラ設定ですからね。ほら、光源も美しい。何度も言いますが、ノート PC です。このように動いております。よいしょ。で、行きましょう。で、今現在、こう動かしていて、じゃあ、CPU 使用率見ると、37とか上がってますね。で、温度も58。だいぶスタートよりは20度近く上がっている。で、GPU の方が、60度ということで、さすがにこうゲーム、こう重たいことをやっていると温度が上がっていく。で、これを続けていくとどん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 熱くなったり、まあ、あと今、ね、ここ部屋が空調しっかりしているので、いいんですけど、外で使ってたりするとどうしても外のね、気温だとかに影響されるところがあると思いますので、そういったところで温度が上がってくると。いう形があると思います。ちょっとこう移動して、ちょっと待ってね。あそこの小屋まで行きましょう。かくつく様子はないと。ウルトラ設定で。奥の木まで全部映ってますからね。あ、じゃあちょっとここの木のところで行くか。ここの木のところでちょっと隠れましょう。ここにキャラクターちょっと一回置きまして。で、モニタリング。温度55度
GPU が61度で、ここでじゃあクーラーブースターかけましょう。そうするといきます、今55度だったとか、今53、52、51、50。きついか、やっぱゲーム起動しながらですからね。でも48下がっております、 CPU の方ね。で GPU も57まで下がってます。47まで来ました。瞬間的に上がりすぎた温度を手動でクーラーブーストとかで一気に下げることができる。これはね、ヘビーに使う人にとってはほんと助かる。だからこのまんまちょっとまあね、ファンの音はどうしてもそれはしょうがないんですけれども、こうやってやって置けばクロック下がりそう、やばい、ちょっとだいぶ本体熱いぞっていう時はこれをやってしまえば、今45度まで来ましたかね。これゲーム起動中ですよ。パブジーウルトラ設定で、この温度。まあ今、ブーストかけなくとも、このパブジーのウルトラ設定であれば、特に、気にすることなく、遊んでいくことができると。まあもっともっと重たいことってやっぱできるじゃないですか。その上で、なんだろう。明らかにクロック落ちたなとかっていう時はブーストかけてあげたり。まあ、オートで、その自動設定でかかるようにとか、あとは自分でプログラムというか、設定ができるので、そういう風にやってあげたりっていうのもできますが、手動で、ここが、こんなようにね、見れて、いろいろいじれるっていうのは、我々、なんだろう、その、重たいことをやったり、自作をやる人間からすると、非常にね、あ、ノート PC でそこまでできるんだっていう感覚が、私はあって素晴らしいなと思います。これも全然 PUBG ウルトラ設定だったら余裕です。はい、どうだったでしょう。PUBG ウルトラ設定全く問題なく動き、まあ温度上も、特にね、上がりすぎるっていうことはないんですよね。でまあ上がったとしてもクーラーでブワーッと手動でいじったりもできるので、非常にこれね、耐久力というか、なかなかカタログスペック上ね、動いてくれないものって多いと思うんですよ。このぐらいのものにギュッと押し込むから。カタログスペック上は非常に素晴らしいんだけど、やっぱりやっていくうちに、なんだろうね、垂れてきたりっていうものがあると思うんで、そういうのまで、網羅して、なんだろう、もう、もはや自作 PC のかゆいところまで手が届く。自分が作ってるからかゆいところまで手が届くじゃないですか。ファンとかヒートシンクとかも自分で選ぶのが自作なので、その上でファンコン入れる人も入れない人もいますけれども、そういったところが、ここに入り込んでいる。もうこれね、ここまでノート PC でやるかっていうところのスペックだと私は思います。はい、そんなわけで MSI P65、実際ね、PUBG ウルトラ設定で動かしてみたり、クーラーをね、いじってみたりしましたが、どうだったでしょう。だからこれも見た後わかると思いますが、完全に一般的に言うとゲーミングノートなんですよ。ゲーミングノート PC と呼ばれるものだと思うんですけれども、別に本当にそのゲーミングノートだから光らせなきゃいけないとか、ないんですよ。RGB でピカ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 とかっていうのは特になくて、ただゲーミングノートっていうかゲーマーがそういうのを好むから、そういう文化になっているだけで、別にそれ光ったからゲーミングっていうわけでもないんですね。かといってその、じゃあグラフィックモード、GForce 乗っけたからゲーミングっていう意味でもなくて、それってただ概念的に呼んでいるものなので、厳密にどっからどこまでがゲーミングで、どっからどこまでがビジネスとかっていうものは全くないんですよ。その上で考えて、やっぱりグラフィックボード乗ってるあのノート PC を持ち歩きたい。重たいですけどね。重たいですけれども、部屋で移動したいとかっていうニーズは絶対あるんですよ。実際私の友人で動画編集する人ね、YouTuber でゲーミングノートを持ち歩いてる人いるんですよ。その中で、やっぱりそのピカピカって光るものよりはこういったシックなモデルで、ビジネスマンだってこう持ってたら全然大丈夫じゃないですか。なので、まあ別にゲーミングノート持っててもいいんだよ。いいんだけれども、好みの問題があって、今のところゴリゴリのスペックであると、どうしても派手なものが多いという中で、こういったシックな形が出るっていうのは、私はすごく選択肢の幅があって、特に全然こういうのあんまり見なかったので、シックなモデルの、ゴリゴリパターンっていうのはなかったので、私はすごい気に入りましたね。で、まあ、どうしてもこういう、
ノートになると問題になってくる空力っていうところで、そこをしっかりしてなおかつファンコントローラーぶち込んで自分でそのファンも制御できるっていうのがね、私は非常に気に入っております。これ全部こうクーラーですからねここをね使う上でちょっとなんていうの押し上げてあげないととかっていうねところもあったりで、いやーこれがねパソコンの魅力ですよ。うん、パソコンの魅力ってね本当に奥深くて、まあ自作の話はあんま今回関係ないんですけど、自作で言うと組んで出来上がったものは自分が選んで作ったパーツなんだけれども、それを使っていくと今度熱だったりいろんなものが出てきて、こうしたいこうしたいっていうのでだんだんね興味がどんどん出てくる。それがねパソコンの素晴らしいところであり、魅力的なところだと私は思ってるんですよ。その、片鱗というかがノートで味わえる。なおかつ、デスクトップの自作であれば持ち運びできないので、ノートパソコンでこう持って歩けるっていうのは私はこれ素晴らしい。はい、そんなわけでインテル連載企画今回で4回目になります。皆さんに今回ご覧いただいたノート PC は MSI P65 クレイターというマシンになります。 CPU は Core i7 の 8750H、6コアでございます。ノート PC に6コアが載っています。で、 GeForce は今回持っている私のモデルであれば、GeForce GTX1060 の MAX9 ですね。もう一個上のプレミアムモデルであれば、1070、MAX9 で、もう一個一応、モデル、ありまして、下のモデルになっちゃいますが、こちらは GTX1050Ti が載っておりますと。これね非常にね言葉にしづらいというかね、非常に言いづらい事実が一個ございまして、このノート PC 私のデスクトップ超えてるんですよね参っちゃいますよね、これ参っちゃいますよね。そろそろ私のデスクトップの自宅の方ね、もうあれしないとあれと思ったんですよね。あれと思って、こいつ私の自作 PC 超えてるんですよ。いやー言いづらいですねこれ非常に。まあそろそろね私も時期だ、自作の方ね時期かなと思ってる状態だったんで、うん、ね、こっちで配信しようかなこれから逆に言うとこれ海外旅行とかね、旅先にトランクケース入れてしまえばね、トランクケースだったら、まあ、ある程度重たさもね気にならない分、リュックだったら嫌ですけど、トランク入れちゃえば旅先でデスクトップと全く遜色ないゲーム配信までできる本当とんでもないものが今こんな小型化されちゃってるという状況でございます。楽しんでいただけてるとこれ幸いです。皆さん本当パソコンっていうのは楽しいので、スマートフォンもいいですけれども、ぜひパソコンに興味持って、遊んでもらいたいなと思います。前回もたくさん話しましたが、パソコンの魅力っていうのは本当に素晴らしい。私の人生はパソコンによって変えられました。中1の時にね PC98 を手に入れたことによって私の人生ここまで来ちゃったんで、そのぐらいパソコンっていうのは魅力があります。ぜひ皆さんパソコンに親しんで楽しんでいただければと思います。では次インテル第5企画、どうしようかなというところでございますが、お会いしましょう。今回はこのすばこれしばらく私もしかしたらメインウィンドウズになるかもしれませんというそんな動画になっちゃいましたけどね、インテルの動画でした。見ていただいてありがとうございます。詳しいね、このマシンのスペックなんか概要欄貼っておきますので、そちらからぜひチェックしてみてください。細かいところ、まあ、今回喋りませんでしたけど細かいところもものすごいので見ていただければって思うと思いますので、ぜひチェックしてみてください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。インテル入っているめぐみでした。てってってってん、バイバーイ。